まずそうですね、前回は、まあ、自分たちもかなりいい時間帯もありながら、こう少し、失点があっさりというか、相手のストロークが出るような形の失点を、失点で負けてしまったんで、まあ、やることはやはり、いかに自分たちのストロークを出して、相手のストロークを出させないようにするかということは考えながらやらなきゃいけないなと思ってます。ゲーム出してふわっと入んないようにね。最初の入りだ。集中して入ろう。やっぱサイドハーフだね。